OK ということでですね、はい、ハッシュタグ夜ラジどこ行ったハッシュタグ夜ラジはい、はい、ともさん、ヒューマンめっちゃ刺さる曲ですよねってことで、そうですよね、あのインパクトのある曲ですよね。抹茶さん感謝ということで、あの起きてらっしゃいましたか、あのこれであの抹茶さんもですね、あの安心してあの寝られる、安眠できるっていうですね、安眠のお手伝いができたんじゃないかと思います。ということでですね、テンポよく進めていけてるでしょうか。あの今ですね、そうか、これで3曲流したってことなのか、結構いい感じですね。じゃあ、ここからはですね、先週もですね、札幌のバンドで、ペピンズっていうですね、あの3人組のロックバンド、ボーカル、ギターのですね柴田達也さん、ベースのロビーさん、ドラムの、有岡冬人さんというですね3名の、メンバーからなる、自分の大好きな、札幌のバンドがありまして、で先般ですね、あのピグスティーというところで、ロビーさんの自主企画ありまして、まあ、そこでまあもちろんペピンズも演奏されたんですけれども、まあペピンズの皆さんから、直々に音源をいただくことができたので、で、先週もおかけしたんですけれども、今週もそのペピンズの曲をかけようと思って、ちょっとですね、まあライブ音源、先週もライブ音源でそのインターっていうのをかけたんですけれども、まあこれからですね、あのもう一曲そのかけたいと思うんですけれども、このインターとその次の曲の、まあ、流れっていうんですか、それ自分あのすごく好きなので、今日はあの2曲続けてオンエアしたいなと思ってます。なので2曲続けてお聴きください。ペピンズでインター、そして、0530。No.
聞いただいたのはペピンズでインター、そして0530でした、ハッシュタグ夜ラジ、アバシリのうさこさん、これはあれですかね、日食夏子さんの水流のロックの件ですかね、めちゃくちゃ素敵です、この夜の感じにすごく合う、なんだか癒されましたということですね、抹茶さんと安藤さんに感謝ですね、はい、ありがとうございます。そして、うさこさんペピンズについてもですね、ツイートくださってます。演奏と歌声が夜の暗闇で反響する感じも心地よくて、このまま眠りについてる人いませんかねってことで、まあ、それもちょっと一つのですね魅力ですよね。ここに一人少し心穏やかな心地のうさこがいますということで、なかなかこういう現実と、幻というかですね、夢の狭間みたいな音を奏でるバンドっていうのはなかなかいないと思うんですよね。まあそれができる数少ない、バンドがこのペピンズというバンドだと思ってて、また来週もですね、フェスの曲をおかけできればと思います。機会があればですね、同じイベントとかでですね、また共演したいなというふうに、思いますけれども、また来週もですね、ペピンズ、もしお好きな方聞いていたりですとか、この夜ラジで、先週今週とですねオンエアして、気になるなという方はですね、ツイッターでチェックしたり、また来週夜ラジを聞いていただければと思います。ということで、メールが1通と思ったらですね、またスパムメールですね。